フィッシュルが向き合いたくない元凶とは、一体どのようなものなのでしょうか。もしかして、幻影が大量に現れるとか。それから、自分こそは幽夜浄土の主であり、漆黒人滅の支配者である、フィッシュル・ボン・ルフシュロス・ナ・フィードットとか名乗り始めて、しまいには、意味のわからない言葉であれこれ言い争いを。ひひ、やめましょう。わざわざ自分を怖がらせる必要なんてありません。